日々の課題、これを自分ごと化することによって行動していくような子どもたちを育みたい。でその時にこの日本財団のプロジェクトがとても親和性が高くて、一緒に、チャレンジしていきましょうということを始めていきました。それでは、ただいまより海のごちそう地域モデル事業 in 三重熊野キックオフイベントを開催いたします。今回は、我々のプロジェクトの目的でもあります、海藻が減っていく、藻場が減っていくという、いわゆる磯焼け、この課題についてですね、ちょっと深掘りをしていきたいなというふうに思っております。で今の藻場がなくなっている要因ですね、河川とか水温の上昇とかいろいろ言われてましたけれども、とにかくこういう食食性の動物が入らないような領域を作っておけば中は海藻が生えるというのが分かっています。ブダイとアイゴなんですけれども、毒とかヒレに毒とかがあって、そういうのを丁寧に扱うことができないし、あげてもまだそんなに需要がないので高い値段で売れないっていうので、もう海でもう捨ててくると。身近ではね、食べますね、アイゴ、干物にしてよく食べまして、非常に美味しいです。で、C4 スクールという名前で、話し合いをしていきたいなと思います。で三藤先生とかと出会って、中学校何か活用できないかなと思って、バリ島産カフですとか、そういった生徒が少なくなっているところの高校に飛び込んで、生活をしてみるというふうな仕組みを作っております。子どもたちはやっぱりその大人が必要だって言うんです。なんかこう大人が子どもにこうバトンタッチして次の世代あとよろしくっていうことじゃなくて、大人と子どもが一緒にこう協力し合って、お互いに役割を持ちながら対等にやっていく、新しい教育っていうのがそこで生まれていてですね、このプロジェクトを通じて、そして新しい、教育館、新しい学校館みたいなものがこの三重から熊野からまたは新島から発信していけたらなと思って、このプロジェクトを通じて少しでも海漁業が良くなっていくことを記念しまして、閉会の挨拶並びにキックオフ宣言とさせていただきます。